10個ずつ投げるとポイントが 1.2 倍になります。今日初配信来たよって人いるかな。テニスの調子が上がらなくて頭抱えてる。テニスって難しそう。りょうちゃんこんばんは。いいよん。寝てた。かんちゃんさんこんばんは。朝ぶり。そう、今日はねお勉強、ショールームのお勉強したからね。そう大丈夫だよ。ちょっとは分かるようになったよ。哲夫さんこんばんは。ザッキーさんこんばんは。タコーってどうした。リップを塗りたい。お茶を飲むと口がカプカプになる。ヨッシーさんこんばんは。ベイアンさんこんばんは。ゆなゆなレベルアップした感じ。そうね、そうね、それはそう、レベルアップしたよね。知らずにやるのと知っとってやるのはやっぱ知っとる方がちょっといいんじゃない。レベルアップした感。よっしゃ、本当のお勉強もちゃんとしたよ。今日ここでしたの。このあの下のホットカーペット、ミニホットカーペットがあったかくてここでしたの。机も出したまんま。そう。なんか落ちてきた。星3周分かったよ。どういうことか分かったよ。星3周クルチーがタコのギフト投げ入れてたもので。本当だ、ありがとうございます。村上さんありがとう、クルチーさんもありがとう。そういうことね。画面から成長が伝わる。高級なリップ買ったのに車の中に入れてたらドロドロになってたピエン。熱いもんね。熱くなるとドロドロになるよねリップ。ユナもよくやったことある。久々のカバンとか開いたらドロドロになったのが出てきたりする。3周分かったよ。3周と50カウント50ユナユナ、ぜひぜひお願いします。捨て星してもらえたかな。冬物さんこんばんは。ただいま帰ったよ。テニスは難しそうだぞ。トモモンさんこんばんは。んこお、りょうちゃんありがとう。星集めいってらっしゃい。ともあきさんただいま。村上さん例の花コートで待ってます。こわっ。こわっ、なんかある。そう、広島のフラワーフェスティバル中止になっちゃった。私せっかく楽しみだったのに。STU って毎年フラフェス出てないですか。フラフェスってみんなわかるかな。フラワーフェスティバルって言って広島の結構大きなお祭り、土
ステージとかもあっていろんなアーティストさん来たりとか、もちろん屋台もあってお花もいっぱいあって、そうだからフラフェス出たかったんですよね。まあ STA が出れた件って2期生出れるかどうか分からんけど、とりあえず出たかったんですが、出たかったし、だってフラフェスっていうのは結構毎年ほぼ毎年遊びに行ってたから行きたかったんですが、ショック。平田おじさんやニャロメさん、はじめまして、こんにちは。ラムさんこんばんは。糸右衛門さんおつー。舞台前に発声練習、発声練習か。発声練習は言うのはほぼしてない。発声練習って言ったら何してるかな。あったかいものを飲むとか、レコーディングとか行くときは基本あれですね、あったかいのを買ってから飲んで行きます。50ユナユナと約1週完了、ありがとうございます。あ、リオがいるありがとう。STU 大大大好きさん50ユナユナありがとう。冬物さん50ユナユナと1週ありがとう。フラフェスね、メンバーも遊びに行ってるので遭遇しちゃう。それはそうよね、見つけてあって思うぐらいならまあ大丈夫よ。声かけたり追いかけたりしたらダメだよダメだよ。タイガーさん星集めお願いします、お願いします。そうフラフェス FF って書くよね、広島人か分からんけど FF。そうガースさん、そうサンフレもね今んとこないからね。プロ野球も私の楽しみがって感じ。去年のフラフェス午前5時から並んだんやけど、ね、ステージの前すごっ。ゴールデンウィークにやってるけんフラワーフェス、そうなん、花の祭典じゃないんやれって。お花をいっぱい飾ってあるの。毎年さなんかパレードとかもさ楽しみだったよね。ともあきさん50円のありがとう。去年はさバトン始めてすぐだったけんさあんまバトンの見んかったんじゃけど、ちょっと今年はさいろんなバトンチームのやつ見たいなって思っとったんよ。なのにショック。クリチーさん50フェスティバル完了。これが AKB フェスティバルヨシーさん50ユネーナありがとう。ナルミさん50ユネーナありがとう。ヨスさんも50ユネーナありがとう。発声練習はね、なんだろうね、でも結構ねあったかいの、ゆうの蜂蜜レモン好きなんだけど、あれ飲むとねすっきりした感じになる。気持ちの問題かもしれんけど、声かけたらダメだよ。向こうが気づいてあーってなったらまあいいけど、なんか後ろからいきなり行っちゃうと怖いよ、びっくりするから。私もなんかプライベートの時はプライベートでいたいんじゃない、わかんないけど。俺を見かけても声かけ
かけて、かけないで、そうです、レスください。ユーナはみんなの顔分かってたら手振るぐらいはするかもだけど。思いっきり分かればね。ゆいから1号さんこんばん、ユーナーやっほー、つかぴーさんこんばんは。一般人の FF はファイナルファンタジー、あ、そういうことか。フラワーフェスティバルは FF。 お花火イベントも軒並み中止になってる。そうね、困った。尾道港祭りと呉港祭りも中止みたいだね。マジで？呉港祭りって花火のやつじゃなくて？ゴールデンウィークは毎年みこし担いでる。そうなん。ゴールデンウィークになんかお祭りがあるん？チーズハットグに並んでたら後ろにいてびっくりした。そうなん、それはびっくりじゃわ。後ろにおったらちょっとなんか気まずいね。どうしようってなるよね。てるいさんこんばんは、ありがとう。ミッキーの耳つけてカープユニ着ないとまで言うのよな。これをわからないはず。うん、わかんない。ミッキーの耳つけててカープユニも着てて、でもフラフェスカープユニの人なんかね、そこそこいる、ぼちぼちいる。ホリちゃんさんこんばんは、りょうちゃんおかえり。2周目お願いします。2周目お願いします。2周目やっぱ15分ぐらいかな。大変だよね、早くない？星集めるの。神奈川県のとあるところにある北条五大祭というのがあります。そうな、北条北条、それでおみこし春日。そうなんじゃ。北条か、歴史の人にもおらん北条って。フラフェスの時はね、多分ね、チャリ乗れんよね、あれ絶対止められる。どうやって行こうかな、フラフェス。てか誰と行こう、困った。いや違うよ、今年ないんよ。ショックショック。今年はゴールデンウィーク普通に休みだ。今年のゴールデンウィークって何連休？何連休だろう。呉港祭りは毎年昭和の日にやってるお祭りだよ。呉港祭りってどこでやってるやつ？あのあっこ？駅通り過ぎて、なんだっけ、宮原とかに行く時の右にあるなんか自衛隊みたいなとこんとこ、どこだろう。北条政子。豊臣秀吉が
チア城で倒した有名な人、北条政子。マサヤさんこんばんは、ありがとう。花の輪ね、花の輪はあるのかな。朝行ったこと訂正では30分でも参集できた。おお早っ、ありがとうございます。俺の職場は16連休だし、いいの2週間、いいな。4月の学校スタートが遅れてゴールデンウィークも授業あるとかないかな。夏休みとかありそう、怖いよね。夏休みは夏休みでゆっくりしたいよ。テレイさん50ユーナありがとうございます。93日ありがとう。ゴールデンウィークの間に公演やってほしいね。そうね、やりたいね。一昨年の暮れ港祭りはジュースジュースがフィエスタしたよ。え、やっぱあのさ、なんか自衛隊かなんかのさ敷地んとこじゃない。何の敷地かあれ分からんのんじゃけど、暮れ駅行きすぎてさ、アプリがないんだ、分かんないよ。多分そんな気がする。私は呉市に会いたいわ。呉市？呉市には水色の呉市っていう市が、あのなんていうん、何々市みたいな、あの人を表す市を使った呉市っていうのがいて、その呉市に会いたい。北条政子とは別の北条です。そうなん。お、りょうちゃんありがとうございます。いってらっしゃい。やすさんありがとう。きみさんこんばんは、やっほー。くれしだよ、くれし。そう、総理さんそんな感じ。クレシに会いたい。あの子めちゃくちゃ踊れるの。クレシ、クレシの歌もあってね、歌ダンスミュージックビデオとかもあるけん YouTube で見てみて。本当にクレシ可愛いの。坪井祐介さんこんばんは、ソルさんこんばんは、ありがとう。たくのぎさんこんばんは、炎上3番です。めっちゃ踊れるのよ。てるいさんありがとう、いってらっしゃい。安心しとくわ、ありがとう。呉市で呉市に言うたら、クレヨンしんちゃんではなく呉信用金庫。そうね、てかクレヨンしんちゃんって呉市って言うん。そうな、そっちを初めて聞いたわ。マナタンさんこんばんは、はじめまして。シルフィードさんこんばんつん、ありがとうございます。今何時だ、そろそろ歌おうかな、いっぱい歌おうと思います。クレシとクレチは紙一重。めっちゃクレシかっこいいよ、すごい、めちゃくちゃ踊るから。
ッション。何歌おうかな。手遅れコーション練習したけん歌おうかな。でも音割れんように気をつけんといけん。声出るかな。おお。何歌おう。ちょっとまず声出しに一曲ほど。何歌おう。あ、声こんなに苦しい思い生まれてから初めてだ。静かに震わせる心の空に雲がかかって月が見えなくなった。どれだけ待てば暗闇の中に光のだろう。想像上のジェラシーの取り果てを広げながらその真実疑うように重たく差し掛かってあの夢にうなされてしまう。誰のことを一番目に愛してるのか教えて。まなざしで来たのにまぶた閉じて逃げようとしてる。そう私は2番目だって分かっているから。知りたいのあなたは私の全て。人に示するためには誰を殺せばいいのだろう。ちーさんこんばんは。こんばんは。
べてることにさえ気づかない光いらない暗闇の中手遅れコーション、ゆねゆねソロバージョン。めっちゃ音がまだ不安定なんですが、きっと手遅れコーション、ドゥ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 、レフコピミ。今日ママと練習をしました。汚れていくのも。中健さんこんばんは。ハトサブローさんこんばんは。こけ玉さんこんばんは。出遅れコーション、もう一回後でね。なんか他のも歌ってからにしよう。僕らの制服クリスマス一番だけ。部活中に目が合うなんて。君に似合うと思ったんだ。グレンチックのマフラー、見たことない景色は。僕らの制服クリスマス。特別な日なのにごめん待たせちゃって。夕暮れの乾いた風、君のスカートが揺れる。大丈夫、私もさっき着いたところ。少し赤くなった鼻で恥ずかしそうに笑う。優しく抱き寄せて
てことできないまま空の色だけが変わる。まっすぐな瞳僕は戸惑う。君の唇が近づく。僕の気持ちは止まらないよ。きっと君よりももう僕のこのドキドキがバレないように。空来年のクリスマスは僕が勇気を出すね。初めてのときめきは君との制服クリスマス。改札の前君の手つかみ大人にはもう見えない世界。服のまま飛び出そう。ああ君に似合うと思ったんだ。グレンチクのマフラー繋いだ手のひらから月が溢れる。大人になって今日この日を僕は思い出すだろう。世界中で一番素敵な君とのクリスマス。今わかった幸せ僕らの制服クリスマス。見たことない景色が僕らの制服クリスマス。特別な日なのにごめん待たせちゃって。夕暮れの乾いた風周りにはまだ内緒にしよう。二人の世界が始まる。コンビニケーキ、おいしょ。いた、おいしょ。いた。机がよけれん。よいしょ。よいしょ。何歌おうかな。カラオケしまくろ。好きな歌いっぱい歌う。金木星香る頃この道のどこからかふと甘い香りするだろう。君に重力心配歌えるか。
すぐ近くなのに離れて感じる。君はバスの二つ前の席、声をかけるにはちょっと恥ずかしい。何度恋をしても慣れないね。カーブ曲がり体が傾くとき、その方向は同じさ。君に重力心配し何も話せなくても、確かに今僕らは一つになる。君に重力心配し後ろ気づかなくても分かり合える日が来るよ。窓が曇るほど乗客は多く、君の顔が影で見えなくなる。喋るその声に耳を傾けて、僕は胸の奥をときめかせた。バスが急にスピード上げた瞬間、みんな一緒にのけぞった。愛は重力フレンズ、そこにいるそれだけで二人はそう地球を共有する。愛は重力フレンズ存在、認知されてなくてもそのベクトル進めばいい。重力心配し何も話せなくても、確かに今僕らは一つになる。君に重力心配し、いつか同じ重さで愛について思うだろう。どんどん歌うぞ。重力シンパシー。あの日は空が光ってた。時折まばたきするように、少し遅れて雷鳴空で響いた。校舎の壁に寄せて、僕らは雲行きを案じた。風に混じって頬に雨粒、帰れないねって君が言った。シャツが汗ばんで息苦しくなる。確かに恋だった。二人の若さは不器用で、見つめ合うことさえできなくて、同じ空気を吸うのが精一杯だった。
二人の若さは不器用で見つめ合うことさえできなくて同じ空気も吸うのが精一杯だった。僕はそっと耳を塞いで大人の足音拒否したんだ。吐き出せない何かにいじけてた。空が光ってた。時折まばたきするように少し遅れて雷鳴空で響いた。まるで紙に指を刺されて見えない愛しさに怯えてた。思い出すのもせず我にもやめかった英語が読めなかった最後。トゥ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 ルル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 ル。チームサプライズ懐かしの曲を、なんだっけ、あやさんこんばんは。アーカンプリングの君は表とは違うよね。夜が悪い闇を詰めて街の花を咲かせる頃、なんで私一人きりでさまよっているのだろう。恋の毒に慣れていないハートずっと痺れたまま、なんであなた探しながらね涙瞳から溢れるんだろう。ムカついてくる Why? まるでお手上げ。どうした自分私らしくないよね。 Oh oh Why? 意味わかんない。自分完分誰か優しくしてほしい。 Why? まるでお手上げ。どうする自分これじゃ帰れないよね。 Oh oh Why? こんな辛い想いするの、なぜ答えが見つからないんだ。指を刺されたようにちょっと落ち込んでくるのよ。ジェラシーを引きずって、夢はいつも甘い美薬、私だけを手招きする。もっと軽く付き合えたら寂しさもこんなには感じない。情けないじゃない。ルー失恋ララバイ、切ないメロディ胸の奥に流れる。あーおールー通り過ぎてく見知らぬ人、誰か声をかけてほしい。
した自分、私らしくないよね。 Oh oh why 意味わかんない、自分完分、誰か優しくしてほしい。 Why まるでお手上げ、どうする自分、これじゃ帰れないよね。 Oh oh why こんな辛い思いするの、なぜ答えが見つからないんだ。イエイお手上げララバイ。何歌おう。 Why 意味わかんない、シンプルカンプン、高見菜さんの曲、高見菜さんの曲でも高見菜さんの曲なのかな、ソロでもチームサプライズ。なぜかわないよね。Oh oh ラストなんか一曲いこう。何がいいですか。一番歌ってまた BGM パティンかな。チームサプライズじゃなくてもいいよ。手遅れコーション、手遅れコーション、最後もう一回いく。ペダル、ペダル行こうか、久々だな。ペダル1番歌って2番をあのテンコタイムにして落ちサビから歌えるかな。頑張るね。じゃああのテンコタイムの時にはお返事をください。よっしゃ、いきますよ。一体誰のために走り続けてるのか、ふと疑問に思って立ち止まりたくなってしまう。こんな辛い思いしてどこへ向かっているのかわからなくなる。平坦で楽な道とかあるだろう。くじけそうな時には風を味方にして背中を押してよ。ペダルこいで回った車輪の分だけ夢に近づけばいい。呼吸は乱れて汗が溢れ出す。急な坂道は続いてる。もっともっと先へ。よっしゃ、スペシャルギフトくださった方お返事ください。はい、お、めっちゃありがとうございます。え、めっちゃある。じゃあさらっといくよ。ゆうさん、はい、くれちーさん、はい、やすさん、いたえもんさん、やまぽんさん、浮遊物さん、つぼゆうすけさん、つっちーさん、はい、お、つっちーさんめっちゃありがとう。タイガーさん、のずに切れた。あー消えちゃった、ごめん。くるちーさん、やすさん、ゆうさん、いたえもんさん、つぼゆうすけさん、タイガーさん、ゆうさん、カピバラさん、シルフィードさん、あやんさん、ひよにーさん、かずさますけさん、シルフィードさん、つっちーさん、つっちーさん、めっちゃありがとうございます。くるわごめん、ゲフト消えちゃった。ゲフトくださった方ありがとうございます。皆さん、はい、ありがとう。
生きることはペダルを踏み続けること、誰も苦しいものだ、自分のためだと答えは出ている、どんな道のりも人生だ、ペダルこいで回った車輪の分だけ夢に近づけばいい、呼吸は乱れて汗が溢れ出す、急な坂道は続いてる、もっともっと先へ。高尾さんこんばんは。最後はこれで締めました、ありがとうございます。つっちーさんめっちゃありがとう、だるままた投げてくれる、ありがとうございます。はあ、めっちゃ白飛びした。先へ、トゥトゥトゥルルトゥー、92350年ありがとう、皆さんもありがとうございます。めっちゃ光ってたね。明日はちょっとまだ明日の予定が来てないのでわかんないんですが、ショールームの予定に入れたら見てもらえるかな。おう、ちょっとゆっくり予定考えて、捨て星のことも考えてやってみますね。それではバイバイじゃないよ、ランキングいきますよ。13位から、間違えた、 TikTok を開かない時計を開く、はい。13位、どこだ。13位アッキさん、はい。12位ソルさん、はい。11位サンジュ体操さん、はい。10位なるみさん、はい。9位ショーボさん、はい。8位タンニさん、はい。7位カズさん、はい。6位だーれ、りょうちゃんさん、はい。5位つっちーさん、はい。4位ゆまぽんさん、はい。3位グラハムさん、はい。2位タイガーさん、はい。1位哲夫さん、はい。なんとか残れた。なんかね、捨て星とかの説明さらっとしとくね。はい、これちょっとまあ9時からで今日立てたんですが、配信いうの考えるの、配信始まって何分間で2周できるかを考えて、まあ30分だとします。そうするとまずその30分前に捨て星をします。でそのもう3、これの1時間前に腰を満タンにする。そう、配信を例えば9時半までに2週終わらせて3週目いけると思ったら、9時半の1時間前の8時半に捨て星をしとく。そのもう1時間前までに星を満タンにしとく。捨て星は誰か別の人の1人だけルームに入ってください。これはだから10分で2周できるよって人は10分前でいいの。そう、その後はルームに戻って、ユナのルームが始まったら1周目2周目を投げて、3周目捨て星の1時間が後から3周目いけるのでお願いします。そして50ユナもお忘れなくよろしくお願いいたします。それではさらばだね。瀬戸内のロードバイク女子言うたら、言うな言うな。はい、笑顔と元気の自転車に乗って届けるケアに金さいね。生まれも育ちも広島県、高校1年生16歳のゆなゆなこと川本ゆなでした。ありがとうございました。それでは最後に皆さんいきますよ。皆さんはーい、おやすみ、バイバイ、また明日、ありがとうございました。
はーい、バイバーイ、おやすみ。